entire 7 years is the Great Tribulation. Others say no, the Great Tribulation is the last half, 3.5 years. Regardless, it looks like we're real close to the beginning of that time. So let's look at what the Bible actually says about when the rapture will take place. Let's set aside preconceived ideas. It doesn't matter what the commentaries say or anyone says. It matters what the Bible says. And the Bible's real clear on this point. So that's what we're going to do today. We're going to take a look at it. There's great pressure on Israel. Come to a peace agreement. And when you deal with the Temple Mount, everybody already knows that the Arabs will not get it. First of all, believing in a pre-tribulation rapture or a post-tribulation rapture is not a salvation issue. It's critical that all of us stay ready for eternity at all times, because any of us could be caught out into eternity today. So that's the one thing we definitely want you to remember. Whatever you believe, pre-trib, post-trib, the most important thing is make sure that you stay ready. Everyone knows that Japan is older than Christian history. And older than Christian history, 이스라엘을 위해서 기도해 온 그 역사도 한국보다 굉장히 오래됐다고 합니다. 실제로 지난 54년 전서부터 이스라엘을 위해서 기도해 오시고 또 일본에 있는 많은 크리스찬들을 위해서 또 일본을 찾는 한국인 기독교인 크리스찬들을 향해서 또 이스라엘을 알리고 그들과 함께 이스라엘을 위해서 중보 기도하시는 귀하신 한국 목사님이 계십니다. 일본 사이타마현에서 오신 이화봉 목사님과 함께 오늘 일본 사람들이 어떻게 이스라엘을 위해서 기도하고 있는지 그 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 멀리 오신 우리 이화봉 목사님 고맙습니다. 반갑습니다. 네, 잘 부탁합니다. 목사님이 계신 만국 기도의 집, 그곳이 어떤 곳인지 그곳부터 먼저 좀 소개를 해주시죠. 나그사메노 코에という 이사야서 40장 1절부터 미言葉で 慰めよ、私の民よというその御言葉を私は今から 35年ほど前に神様からイスラエルのための奉仕をするのにあたって御言葉の御言葉をいただきまして、そしてその中から慰めの声というこの団体を設立したいと思いまして、そして指導者である荒川先生が手に召された後その団体を設立しました。そして祈りの家を 与えてほしいと思って、兄弟姉妹たちと土地を探し、また建物も与えられまして、お祈りして行こうと思ってた、その矢先にこの韓国の人がたくさん、その建築、祈りの建築の途中に韓国の人が訪ねてきて、牧師さん、神学生、信者さん、それからそうこうしているうちに今度は会ったこともない西の果ての、イスラエルの人たちが 私たちの祈りを訪ねる来るようになりました。そしてイスラエルの人たちと交わりができて、そして15年、5年ぐらいその交わりが続きました。1年間にペサハとロシュアシャナとそれからハヌカの祭りをやるんですけど、それを15年間の間に3500人ぐらいのイスラエルの青年たちが私たちのところを訪ねてきて、交わりをしました。その中で私が感じたのは、 伝道するというよりも御言葉にあるように彼らを慰めるというそのことが大切じゃないかということを思いまして、そして彼らに奉仕する、彼らを理解する、彼らのそばに寄り添って彼らをと友達になる、そういうことを心がけて今日まで来ました。あ、 목사님은 일본에서 태어나셨다고요? その通りです。그러면 일본에서 몇 년도에 태어나신 겁니까? 1941년에 私は生まれました。 54년 전서부터 이스라엘을 위해서 기도하셨다 그러는데, 54년 전이면은 그러면은 목사님께서 몇 살 때 어떻게 이스라엘을 알고 기도하기 시작하셨습니까? 1960년에 19살의 時に清潔教会に導かれました。
で、私が教会に行った時はもうまだ信仰がはっきりしない、洗礼を受ける前だったんですけど、とにかくもう教会はもうイスラエルのために祈る、そのことだけが中心で、もう一生懸命イスラエルのためにお祈りしてました。朝の蒼天祈祷会、それから夜の祈祷会、また礼拝、それから食事の時、もうイスラエルの祈りなくしては集会がもうないというような、そういう状態。それで正月とか夏とか秋とか春とかって全国的に集会があるんですけど、日本中からイスラエルのために祈る人たちがその神学校に集まって、イスラエルのためにお祈りをもうしている、そういう教会に私は導かれました。そういう中で世界の平和の中心はこのイスラエルだということを、イスラエルがイエス様を信じて悔い改めたら、イエス様がおいでになって世界が平和になるということを私は聞いたので、それに命を懸けて19歳の時に決意をしまして、この信仰に入ろうという、そういう導きを受けました。그러면1960년그러니까54년전이면1960년인데1960년도에도이미일본에서는이스라엘을위해서기도하는그기독교인들크리스찬들그런분들이계셨다는얘기네요日本でイスラエルのためにお祈りが始まったのは、純粋に聖霊の感動によって悔い改めの中から祈りが始まりました。1930年から祈り続けた人たちがずっと継続して今日まで祈り続けています。そしてその今日まで祈り続けたというその中には、戦争中に弾圧にあって、清潔教会を中心に再臨信仰を忠実に信じている人たちがみんな刑務所に入れられました。それはやがておいでなさるイエス様と天皇陛下がどっちが偉いかという、そういう単純な問題を突き詰められて、そしてみんな牢獄に牧師先生はじめ信仰の熱心な人たちは刑務所に入れられました。で、特にその中でイスラエルのためにお祈りしているこの牧師先生方、教会の州報とか新聞とかを憲兵が持ってきますと、それを調べるとユダヤ献金とかイスラエルのために祈るというその新聞に記事が書かれてますので、当時日本はイタリアと日本とドイツが一緒になって戦争してましたので、そういう中でこの日本がドイツと一緒になって戦争しているのに、お前たちは敵のイスラエルを助けるのかということで、本当にひどい拷問を受けたり、この迫害を受けました。우리나라도이스라엘을위해서기도하기시작한지가사실오래되진않았어요뭐어떤이스라엘선교단체는활동한지한20여년됐다고그러는데제가보기에는한 4, 5년전서부터본격적으로한국기독교에서이스라엘을향한어떤관심과이런문이활짝열리기시작을했는데거기에비해서일본은1930년대부터이스라엘을위해서기도하기시작을해왔단말이에요그런데한국에서도이제이렇게막이스라엘을위한관심과기도의물결이일어나는거에비해서이스라엘을반대하거나또이스라엘을위해서기도하는사람들을조금이단취급한다거나이런분위기가있어요일본에서는어떻습니까그일본을이스라엘을위해서이렇게기도하기시작한지오래된일본도이스라엘을위해서기도하는그분들을향해서일본의기독교가바라보는시각은어떻습니까일본でも長い間イスラエルのために祈るというその問題についてみんな異端視されました。一番元の清潔教会そのもので、中田十字という指導者の先生が神学生を中心にリバイバルが起こって、聖霊の導きのもとにイスラエルのために祈るようになったんですけど、それを受け入れられない清潔教会の人たちの多くはこの反対しまして、そして中田十字先生とそれに従うイスラエルのために祈る人たちはその団体から異端者のようにして追い出されたんです。30年ぐらいまでは異端視されたようなそういう教会としてイスラエルのために祈る人たちはずっと祈ってきたんです。요즘은일본의기독교인들한테이스라엘을위해서기도하자그러면반응은어떻습니까30年ぐらい前から日本の教会のいろんな教団でイスラエルのために祈るというそういう覚醒が起こり始めています。ということはアメリカとかイギリスとかいろんなところからイエス様を信じたユダヤ人たちがイスラエルに帰って、
そしてまたその人たちが日本に来て伝道したりして、日本のクリスチャンたちが、イスラムを信じた牧師さん、信者さんたちと接するようになって、ユダヤ人問題があるんだということをみんな知るようになったからです。ですけど、その多くの人たちは30年ぐらい前からそのことは分かり出したんであって、 もっと前からの日本でイスラムのために祈り出したという歴史のことはあまり知らないで、喜んでイスラムのために応援をしています。 이스라엘의 회복을 위해서 한국 사람들 한민족이 큰 역할을 해야 된다 이렇게 얘기하는 분들도 있어요. 결국 마지막 때 이스라엘의 회복을 위해서 한국과 일본 이 두 나라의 크리스천들이 이스라엘 위해서 이스라엘 회복을 위해서 중요한 역할을 할 거라고 보십니까? そうですね。私はその通りだと思います。終わりの時代に向かって黙示録の7章の1節2節3節4節に記されているように、イスラエルの144,000というこのエサムを信ずるユダヤ人のイスラエル人の初歩の人たちに 精霊の印を押すという重大な使命があります。それは韓国だけに限ったことでなくして、世界の歴史の中で蔑視されていた軽蔑されたようなアジア人たちが今度は終わりの時代に結束して立ち上がってイスラエルのために立ち上がってきます。それの指導的な役割を成すのはやはり韓国と日本のイスラエルを信じているクリスチャンだと思います。イスラエルの救いを 願って祈っているクリスチャンだと思います。私たちはそのことのために今までずっとお祈りしてきました。ですから私たちは1930年からイスラエルのために祈りしているんですが、そのお祈りの課題が大きく3つあります。その3つは、1つはイエス様の再臨、そしてイエス様の再臨のためにはイスラエルがイエス様を信じなきゃならないということ、イエス様を イスラエルがイエス様を信ずるということは、今度はアジアのクリスチャンたちがイスラエル問題を覚醒されて、そしてイスラエルのために祈り、奉仕、伝道するという、そういうことを3つの特別な祈りとして、お祈りしてきました。黙示録の7章の1節から4節までの言葉の解釈を 私は先生たちから教えられたことをお話ししたいんですけど、黙示録の7章の1節から見ると、世界中の風を引き止めて4人の使いが地の四隅に立って、そしてその風をとどめているという、そういう御言葉があります。これは風というのは戦争だというふうに解釈する人もいます。しかしそれは間違っていて、精霊なんです。風はね、 風を吹かせないようにするのは精霊の働きをとどめている。じゃあこの4人の使いは誰かというと、これはヨーロッパの4大民族であると私たちは教えられました。4人の使いというのは4大民族、すなわちヨーロッパのアングロサクソンと、それからスラブ民族とラテン民族と、それからゲルマン民族です。このヨーロッパの人たちが今イスラエルの救いのためのこのメッセージ、その精霊の働きをとどめて、そして今度は偽キリスト、偽宗教の方に傾いていこうとしている後遺時代なんです。そういう時代の中にあって、悔い改めてイエス様を信じてイスラエルの回復のために立ち上がらなければならないという、そういう運動がアジアの方に起こって、純粋に福音を持ってイスラエルの人たちに精霊の印を押すという、これが東の方から来るもう一人の天使だというふうに聖書は書いてる。そういうふうに私は 解釈してますし、そういうふうに先生たちから教えられました。それでその14万4千の人たちが生ける神の印を押されるんですけど、その押された人たちが今度は黙示録の14章の1節から見ますと、14万4千の人たちがシオンの山にイエス様と一緒に現れたと書いてあるんですね。そしてその人たちの額には 子羊の名と子羊の父の名が記されていたと書いてあるんです。完全にイスラエルの14万4千という数字で表されている初歩の人たちがイエス様を信じたということです。そしてその人たちは
女によって汚されたことのないものであって童貞であると書いてあるんですよ。ということは女っていうのは教会です。しかもこの 教会っていう女で表されているのは、これは黙示録の14章15章16章に書いてある偽の教会です。その偽の教会が世界平和をもって偽キリストを押し立てて世界中を支配しようとするんですけど、そういう中にあってこの東の天使たちに印を押されたこのイスラエルの14万4千の人たちは、この女に汚されたことのないもの、また結婚してない童貞である。だから純粋に神様から直接選ばれて聖霊の印を受けたこの終わりの時代にこの神様に選ばれた人たちになっていくんです。その人たち初王ですから、その後に今度はさらにイスラエル民族がもう世界中に散っている彼らがエス様を信じるようになるんだと、そういうふうに私たちは教えられ解釈しています。한국의기독교는최근들어서이제이스라엘에서기도하기시작하고이스라엘을향한문이열리기시작했는데이스라엘선교의선배적인입장에서봤을때이제막이스라엘에대해서알기시작하고기도하기시작한한국의기독교를봤을때좀걱정된다거나충고해주고싶은이야기가있으면어떤것들이있을까요?일본인은일본인의국민성이ありますまた韓国人は韓国人の国民性がありますので、その国民性の中でイエス様が望んでそれぞれに聖霊を注いでイスラエルのことが分かったんです。ですからそのイスラエルのための奉仕もそれぞれいくらか形は違うかもしれませんけど、共通していれることは日本も韓国もそれからアジアのクリスチャンたち、イスラエルのことを分かろう、イスラエルのために奉仕しようとするならば本当にへりくだらなきゃならないということ、お互いに本当にへりくだってイエス様がくださる聖霊様が先に立ってイスラエルに行くようにお互いに祈り合い支え合わなきゃいけないと思います。イスラエルのために先に分かった人たちはもうどんなに迫害されても誤解されてもへりくだる以外ないと思います。そして聖霊様に先に行ってもらって、その韓国中の教会にリバイバルが起きるように祈らなきゃいけないと思います。목사님요즘이스라엘을위해서기도하는분들특히요즘이때우리가특별히더기도해야할부분이있습니까?이스라엘을위해서특히일어나게되는것은이스라엘은住民부족이あるということです。そして現在多くの人たちがイスラエルのために祈っているとおっしゃいますけど、そのイスラエルっていうのはユダヤ民族という言葉に表されている通り、ユダヤ民族はユダとベニヤミンからなる民族でありまして、これがバビロンの捕囚から帰ってきて、そしてエズラのエミヤノによって指導されて、そして私たちはもうこれから二度と偶像を礼拝しない、そしてそれからユダヤ教が発展し、そしてユダヤ民族というのが生まれてきた。それが現在のユダヤ民族です。しかしユダヤ民族という二族だけにとどまらないで、ユダヤ民族というのはもともとイスラエル民族と言われているように、12族が揃って初めて神様の救いが彼のうちに完成すると信じています。この12族の中の2族は今国を変えて、2族を中心に昔北から逃げてきた人たちがユダとベニヤ民族に混ざって今世界中にユダヤ人として知られていますけど、このソロモンと、それからソロモンが死んだ後レハベアムとヤラベアムが北と南に国を分けてしまって、そして北の王朝であるこのエグライム、ヨセフの子供たちを中心とした従族がアッシリアに偶像を礼拝したがゆえに連れて行かれて、いまだにどこに行ったか分からなくなっています。そのことを強く覚えて、イスラエル12族が全部揃って回復しなければならないということに、イスラエルのために祈る人たちは目覚めて祈らなきゃいけないと思います。イスラエルでは政府を挙げてその従属を世界中を歩いて探す、そういう運動が1975年から起こりました。その団体はアミシャブという団体です。アミシャブというのは私の民は帰ってくるという意味がありますが、その団体の指導者は
ラビエリアゴアビガエルというこのラバイなんですけど、その人を中心に世界中を探し歩きました。またそしてその結果、アフガニスタン、パキスタンにそれぞれ1000万人以上のこの従属の子孫たちがいるという、そういう報告を1975年当時の大統領に報告しております。アフガニスタンに1000万人以上、それからパキスタンに1000万人以上、それからカシミールにもいます。そして彼らはマホメット教に強制されているんですけど、マホメット教を守っているようであっても、本当はもっと昔からモーセによって教えられたユダヤ教じゃなくてイスラエル教を彼らは守って、そして生活しているということを報告を受けています。それから今度はカシミールを越えてミャンマーにシンルン族というこの部族がいまして、これはブネイ・メナシェというこの部族ですけど、これはマナセの息子たちというそういう部族です。それはすでに、2000人ぐらいこのサマリアの町に帰っております。そしてユダヤ教を守って、そして生活しています。それから今度はさらにミャンマーで独立運動をしているカレン族というこの部族がいるんですけど、昔からこのミャンマーにおいて自分たちの自治の自分たちで独立した政治組織の生活をしたいと言って、当時いつの時代でも支配者たちと争っている、そういうカレン族がいます。それも従属の子どもたちだと報告があります。それから中国に行きますと、雲南省の方に昆明の近くの雲南省にね、チャン族という部族がいますが、そこは30万人ぐらいいると言いますが、その従属の子どもたちは100年ぐらい前に宣教師たちから宣教を受けてクリスチャンになっているという、そういう報告を聞きました。いずれにしても彼らは皆異邦人化してしまっています。ですけど、そういう中から彼らがイザヤ書の60章に書いてあるように、鳩が自分の巣に帰ってくるようにイスラエルの国に帰ってくるんだと神様は約束しておられます。ですからユダヤ民族といわれる2族だけでなくて12族が全部揃って、で12族の中のヨセフの子供であるマナセが長男として、そして12族が揃ってイエス様の前に悔い改める、そのことのために彼らは世界中から帰ってくると、そういうふうに教えられて、12族の回復のために具体的にお祈りしています。일본에서는우리한국을형님이라고생각한다고하지만우리가누가형님이고누가동생이런걸떠나서우리가서로힘을모아서한국의크리스찬과일본의크리스찬들이함께이스라엘의회복을위해서그이스라엘의유대인들의예수를믿게하는그날이오게하기위해서힘을모아서함께일을하고또기도해나갔으면좋겠습니다그런면에서오늘이화복목사님께서해주신말씀이우리에게큰도전이되고또귀담아들을만한이야기였다고생각합니다목사님이이렇게오늘나와주셔서귀한얘기해주셔서고맙습니다조만간일본에서뵙도록하겠습니다고맙습니다대단히감사합니다이스라엘은하나님의눈동자입니다이스라엘은우리인류를향한하나님의시간표를알수있는곳이죠그러나기존의성지순례프로그램으로는많은비용을들여서이스라엘로찾아가지만그것을확인할기회가없습니다여러분저와함께이스라엘가시죠제가여러분을직접안내하겠습니다예수님이태어나신베들레헴예수님이자라신나사렛그리고예수님이사역하셨던갈릴리호수와또예수님이고난을받으셨던예루살렘예수님이눈물로기도하셨던겟세마네동산
예수님이 하늘로 올라가셨던 감람산 같은 기존의 성지 순례 지역은 물론이고 제가 만든 영화를 현지에서 보고 난 후에 영화 회복의 촬영 장소 또 영화 용서의 촬영 장소 제3성전 영화의 촬영 장소를 찾아다니면서 현재 하나님께서는 이스라엘에서 어떤 일들을 하고 계신지 이스라엘에서는 지금 어떤 일들이 일어나고 있는지 그 현장에서 그 주인공들을 만나 이야기를 직접 들어보고 함께 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 꼭 한번 이스라엘을 다녀오십시오. 성경이 파노라마처럼 펼쳐지게 될 것입니다. 현재 이스라엘에서 일어나고 있는 놀라운 회복의 현장을 목격하시게 될 것입니다. 그리고 이스라엘을 향한 구체적인 기도 제목도 정리될 것입니다. 지금도 예수님은 여러분을 예수님의 고향으로 초청하고 계십니다. 저 김종철 감독과 함께하는 이스라엘 회복 성지순례 여러분의 신앙생활에 평생 잊지 못할 감동과 은혜의 7박 8일이 될 것입니다.